ミノイビ茶は、渋みや苦みが少ないのが特徴で、主に池田町やイビ川町などで栽培され、年間230トンほどを生産しています。今日、う、イビ川町の JA 全農岐阜、ミノ茶流通センターで開かれた共犯会には、63店、4153キロが出品され、卸売業者ら14人が茶葉を手に取って、 色や香りを確かめていました今年の生育は例年並みで適度な雨もあったことから甘みや香りなどの品質は良好だということです4月に入って大変暖かくなりまして香水量も多かったので非常に良いお茶ができていると考えておりますぬるめのお湯を使ってお茶を出していただくと非常にまろやかなね、後から甘みが舌に伝わるような味になると思います なおきょうの共販会での1キロ当たりの最高価格は去年の10万円を上回る12万円と過去最高を更新しました。